岡田さん、はい、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、結構うちの卓球ジム、ご高齢の方が利用者が多いんですね。でそこで利用終わってから帰るときに階段を上らなきゃいけないんですね。でその階段の上りがちょっときつかったりとか、なんだろうな、ちょっと危ないっていうか見てて、安全に登って、負荷なく、いける方法があったら教えてほしいなと思うんですけど。これは僕ちょうどお正月に、自分の動き変わったなっていう経験をしてきたんです。ジャストタイムです。4日連続山登ってたんです。今年83歳の父親に去年まで結構叶わないなっていう。山登り一緒に行くとやっぱり自分よりバテないんですよ。なんか最小限であるんでしょ。でそれでいろいろ試行錯誤して、やっぱりどうしても普通に登ると、結構膝太ももに太ももが前からっていうことで、要は膝太ももに負担が来なければいいんじゃないかっていうことで、意識としてはここのお尻の上ぐらいですね。ここをちゃんと使ってるなっていう意識で登りをしてみたら、4日連続山登りしても全然筋肉痛も何もないっていうのがあったんですよ。でしかも前側使ってないなっていうのがすごい如実だったんですよ。でやっぱり特に筑波山まで14キロ歩いてっていう時に、やっぱモニタリングしてみると、ごくごく普通な歩き方してるとどうしても膝太ももにくるな、で裏側を使ってる感覚がないっていうのに気づいちゃったんですよ。やっぱりバランスよく使えてない時に、やっぱり疲れるんじゃないか、負荷が溜まっちゃうとね。でかといって太ももの裏がハムストリングス使うっていうと、これ逆につっちゃうんじゃないかっていう感じも出てくるんですよね。つりやすいですよ、聞くに。そうなんですよね。でそこで骨盤の上側ですね、腸骨梁っていうあたりで、お尻の筋肉の上の方を触れながら登ってみると、ちゃんと動いてる。裏側の筋肉全体を使ってるなっていう意識を、なんかどこか一箇所の筋肉じゃなくて、裏側全体を使ってるなっていう意識が芽生えてくるので、ここがちゃんと使えてるようだと、前側大腿四頭筋だけに偏ってないなと、均等に使えてるんじゃないかっていう、ちょっと使ってきたなと思ったらお尻っていうふうにやってみると、意外とこれ効果あったのですよ。そうですね。そうですね。やっぱりお正月の初詣で、自然石の階段っていう非常に不安定な300段ぐらいの石段があるお寺があったんですけど、そこまともに登ると本当へばるんですよ。でもお尻の意識で行った時に、全然負担なく。で筋肉痛とかもなくいけたっていうことなんで、4日間結構上りよりかなりやったんですけど、全然今年はなくて、かなりこれ違うなと思って、で別にずっと触れてなくてもいいと思うんで、ちょっと疲れてきたなと思ったら、ここを使おう、ここを使おう、裏側もちゃんと使おうって。あと手すりなんか表の手すり持ちながら、ちょっとお尻の。この骨盤の上側ですね、ちょっと幅広く骨盤の上からお尻の筋肉を持つんじゃなくて、触れる感じですね。触れて、お尻の筋肉ちゃんと疲れてるなっていうことをモニタリングしながら登っていくといいんじゃないかなと思います。あと降りる時もお尻の筋肉がちゃんと使えてるなっていうと、かなり分散できると思うんですよ。例えばやっぱり上りをする力っていうのが太ももだけに、太もも膝だけに集中しちゃう状態か、それと裏側も含めてって足腰全体に分散しているのかとか違ってくると思うんですよね。だからまあちょっとこう骨盤の上からお尻全体を軽く触れて、あ、ちゃんと動いてるなっていうのを時々意識しながらやっていくといいんじゃないかなと。ありがとうございます。こんなネタなんですね。いや、もう本当にすぐもうジムに戻ってみんなに伝えます。こんなでさ、みんな多分こうやってます。多分。あまり人に見られてないでやった。質問ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。体の使い方オンラインゼミは、ぜひ概要欄の方をご覧ください。